大げさだな。いやだってそうですよ、こっちもね、うん、あっちに二毛作でもこっちやっと一毛作やっと雪溶けてきたからね、うん、ねえみーちゃん、みーちゃんね髪の毛切ってもね相変わらずねドライヤーかけてないんだけどどう思う？みんな後ろに跳ねて、うん、いいでしょ自然に跳ねて、こういう頭なんだよみーちゃん、って言うけどみーちゃん2日でドライヤーかけるのやめましたやっぱり3日行きませんでした、2日坊主でしたもう今日も濡れ髪でーすみーちゃんは洗いっぱなしの髪、はい、ね、今日は聖子ちゃんっぽくないね、たまに勝手に聖子ちゃんになってんだね、前髪上ですね、みーちゃんもドライヤーかけないよね、ブローしない限りね、リーゼントで寝るのね、あんま髪には良くないけど濡れたまんま、だけど抜けないんだって、抜けないの、抜けないの、みーちゃん本当に抜けない髪、うん、櫛で溶かしても櫛に髪つくってめったにない、そうだよね、みーちゃんなんてすごかったよね髪の毛長い時、もう私ハゲだとか思ってたもん、前細いから細いんだよね髪の毛は、うん、うん、細いけどさ抜けない、抜けないんだね、本当に抜けない、うん、枕にかあのなんかチリちょっとないし、うん、髪洗っても抜けるとこない、羨ましいわ、なんだろうね、昔いいもの食べたから、うそー、髪の栄養、頭の髪の栄養、そうだぞ、栄養がいったの、ああ作ろう、はい、美味しく作ろう、じゃあ今日もいや、やっとみーちゃんと買い物行けるようになりました、嬉しいね、嬉しいね、はい、今日もありがとうございました、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします、したっけねー。